早速環境パートのパネリストの皆様をご紹介します。まずは参議院議員元環境大臣の長浜博之さんです。よろしくお願いします。参議院で現在環境委員長を拝命をしております長浜博之でございます。81年政経卒です。大学時代は応援部に所属をしておりました。千葉県東門会に今は所属をしながら、今日は東門祭ということで直接皆様方と接することはできないんですけれども、この画面を通じて少しでもお近づきになれればと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして株式会社電通エグゼクティブアドバイザー上条紀夫さんです。よろしくお願いします。皆様こんにちは、上条でございます。私は81年に卒業して電通という、広告会社に入りまして、40年余り国や企業に対して消費者の分析を起点に提案をずっとし続けてまいりました。今日は消費者視点っていうものを、自分の発言の基本にしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして株式会社リコープロフェッショナルサービス部 ESG 推進室より藤野俊樹さん、よろしくお願いします。はい、81年法学部グリーンテニスクラブ卒業のですね、藤野と申します。たまたま共にですね、加藤哲夫元法学部長が先輩であり先生でしたので教えを乞いました。今は株式会社リコーで ESG 推進室におりまして、海外のお客様からのですね ESG の問い合わせを受けております。でリコーというのはですね、カメラ、コピー、プリンターなどを扱っておりますが、今日はですね一つカメラをお持ちまして、全天球360度カメラと、でこれを私の身内でですね、SDGs カメラと称しております。誰一人取り残さないと、こういうカメラです。で普段ですねこうカメラ撮りますと、私が撮ると私が犠牲になって撮れない、他の人に頼むと他の人が撮れないということで、このカメラでしたら誰一人に撮り残さない、まさに SDGs の精神そのものですので、そういう精神で、やっております。以上です。ありがとうございます。最後にテレビ朝日アナウンサー山口豊さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。90年に小学部を卒業しました山口豊と申します。皆さんどうぞよろしくお願いします。私今日一番驚いたのはですね、司会の黒住さん、お名前とお顔の写真を見てまさかとは思ったんですが、なんと私が小学部の学生時代の同級生の黒住くんの娘さんだったと。すごい奇遇ですよね。衝撃を受けました。何かのご縁ですね。よろしくお願いします。私は小学部を卒業した後に日本航空で1年半ほど働きまして、その後、転職いたしまして92年から、テレビ朝日でアナウンサーをやっております。およそ30年いろんな番組担当させていただいたんですけれども、特に報道ステーションで気候変動の現場いろんなところ行ってきました。例えば氷床がどんどん溶けているグリーンランド、そしてスーパー台風ハイエンの直撃を受けましたフィリピンのレイテ島、さらには海面上昇の被害が激しい太平洋にあるマーシャル諸島などですね、それから福島第一原発の廃炉の様子とか、アメリカの原発、さらにはドイツと日本の再生可能エネルギーの現場なども取材してきまして、実は去年ですね、こういう再エネ大国日本への挑戦という本を出させていただきました。でこれがきっかけになりまして、今環境省の気候変動対策の委員もやらせていただいておりまして、ちょうどおととい閣議決定されました地球温暖化対策計画の策定の議論にも加わらせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私もものすごくびっくりしました。改めて